今日は自分の経験からこれが辛かったなということを思い出してお話しします。これはあくまでも私の話なので、当てはまらない人もいるでしょうし、当てはまる人もいると思います。まあ参考程度に聞いていただければと思います。それでは何が辛いか。実はセックスが辛いというお話です。セックスによる妊活ならちょろいと考えがちの方がいます。私もそうでした。しかし甘かった。決められた日、それはつまり排卵日のことなのですが、必ずその日にセックスするということが、実は結構辛いということをご存知でしょうか。最初の 1,2 ヶ月ならまだしも、3ヶ月以上続くとかなりの精神的プレッシャーがかかります。繰り返しになりますが、これは私の話なので、もちろんならない方もいると思います。食べ物で例えてみます。私はうなぎが大好きです。月1回うなぎを食べて良いと言われれば喜んで食べます。皆さんも自分の大好きなものを想像してみてください。それを月1回食べてくださいと言われて困る人はいないでしょう。ただ、毎月決まった1日にのみそれを食べてくださいと言われたらどうでしょう。最初の3ヶ月ぐらいはこなせるかもしれませんが、4ヶ月、半年経つにつれてだんだん辛くなりそうな感じがしませんか？仕事の都合とかでずれちゃいそうな気がしませんか？たまには違う日に食べたい気分になっちゃう気がしませんか？そうなんです。何が何でもこの日にというふうに決められてしまうと、義務のようになってしまい、自分の好きなことでも辛くなり始めるのです。食べ物と違い、セックスの場合には、さらに悪いことに、年齢を重ねると、寝不足もきつくなるし、パートナーのやる気にも左右されます。そしてこれも個人差がありますが、年を取っていくと、射精するのがうまくいかないこともあります。若い頃は、私にもそんな時が来るなんて、夢にも思っていなかったです。しかし現実は来るんですね。そしてこれがまた精神的プレッシャーになり、ED という病気を引き起こすことまであります。実際私も立たない、きちんと射精しないという状況に遭遇しました。このように、たかがセックス、されどセックスです。妊活では、セックスとも上手に付き合わなければいけません。そこで私がどうしたか、ここからは自分の経験上のアドバイスをお話しします。私の場合は準備をしました。もう決まった日にやるしかないという覚悟を決めて、心の準備、体調の準備をしました。やるしかないんだ。だから来たる日に向かって精神を整えます。まず自分のパートナーの排卵日を把握しました。私は生理管理アプリの助けを借りました。これは非常に便利でした。パートナーの生理の日をチェックしておくと、排卵日がほぼ正確にわかります。これにより、この日は夜遅い打ち合わせは避けておこうとか、ちょっとオナニーを控えておこうとか、溜めておこうとか、計画的に排卵日に臨みました。自分の場合、こんな感じで排卵日2日前からを目安にして、数回セックスしていました。ただ、本来はもっとセックスした方が良いようです。この辺のお話をしている良い動画があるので、ご紹介しておきます。ホリエモンチャンネルで、今井慎先生という専門家がお話ししている動画がありますので、概要欄へ貼っておきます。また今井慎医師によると、本当の理想形は、排卵日の1週間前から1日おきにセックスすることらしいです。こちらの動画、とても勉強になりますので、全部見ることをお勧めします。以上のように、男の辛さの説明をしてきましたが、もう一つお伝えしたいことがあります。こちらのチャンネルは男性のために動画を作っています。しかし動画を作るにあたり、不妊治療を調べれば調べるほど、男性に比べて女性の負担が大きいことが分かりました。妻がこんなにも大変な苦労をしていたのかと思い、愕然とすることもあります。妻は不妊治療の不安や愚痴を言いませんでしたが、例えば診療の回数も月に4、5回通っていましたし、治療の内容も注射を打ったり、たくさんの薬を服用したりと体の負担もあったと思います。それを考えれば男の妊活というのは簡単なものなのかもしれません。辛いなんて言ってられないのかもしれません。だからこれをご覧の皆さんへは、ぜひパートナーへのご配慮も忘れずにと申し上げたいのです。
繰り返しになりますが、妊活中のセックスというのは楽しいだけではないというのが正直な話です。ただ今私が思うのは、妊活中の私は自分の辛さにばかり目が行き、妻への配慮が足らなかったと今更ながら後悔しています。あの時もっと優しくしていれば、今の妻はもっと優しかったのではと思っています。もちろん今の妻に不満があるわけではないですが、ただ妊活中のパートナーへの配慮がその後の夫婦生活に少なからず影響を与えるということもお伝えして、今回の動画を締めようと思います。それではまた。